はい、どうも、藤丸でございます。ということで、前回、侵入していただきました、黒ファンの皆さん、どうもありがとうございました。で、3人目の方だけは、この動画、見たことないよっていうことで、他の7名様はですね、皆さん、この動画、ご視聴いただいてた方だったということで、なんかすごいですよね。なんか確率的に。なんかこんなにも、ね、見ていただいてる方が、こう、連続してね、入るなんて、ちょっと思ってなかったんで、いや、本当ありがとうございます。すごい楽しかったです。で、あと一番最後に、侵入していただいた方、8人目の方、置き土産を、置いてくれてたんですけど、僕あれ最初気づかなくて、途中で、あーって気づいたんですけど、まあ取れなくてですね、メッセージであれ中身何だったんですかって一応聞いてみたらですね、あれ儚い瞳の石だったそうです。で、まあね、他のプレイヤーとも少しでも、まあ対戦、していただければなと思ってこう、起きましたっていうことだったです。先に取っときゃよかったですね。そのお心遣いを無駄にしてしまいました。すいません。ということで、今からこの塔の騎士を、まあ、討伐しに行きたいなと思うんですけども。あとですね、もう一つ皆さんにご報告させていただきたいことがあるんですけども、ですね、まあ、この動画をね、見ていただいている方からですね、もうすごい嬉しい、プレゼントをいただきましてですね、ちょっと見てほしいんですけど、これ一回ゲーム終了しなきゃいけないのこれ。何かちょっと見てほしいんで、一回じゃあ、ちょっと終わりますね。これすごくないですかこの絵。かっこいいでしょこれ。奴隷王のイラストです。これこの動画見ていただいてる方からね、送っていただいたんすよ。このめっちゃ気に入ってて、これ僕。もうほんと嬉しくて、パソコンの壁紙やら、携帯の待ち受けやらですね。もう今、全部この絵使ってます。なんか本職の方みたいで、まあこの奴隷を気に入ってくれたみたいでですね、書いてくれたんですよ。いやもうほっとね、この実況を始めてよかったってもうほんと思って、もう、すごいもう一人でもう喜びの舞を踊りましたね、僕は。嬉しさのあまり。いやーほんと、ありがとうございます。もう、かっこいいすぎるよね、これ。ちゃんと後ろの方に松屋にのね、壺っていうか、あれが、転がってるあたりなんかもね、こう、いいですよね。剣の折れっぷりもね、素晴らしいですよね。本当ありがとうございます。ちゅうことで、じゃあ、塔の騎士、討伐、行きたいと思います。久しぶりだなぁ。よし、まあ、とりあえず、この、弓兵たちを。おい、おいおい、食らってんじゃないよあんた。なんかもう懐かしいな。おい、あ、バカ、何やってんの。いやでもなんかさすがにちょっと死ぬ気はしないな。
て。痛いけどそんなもんだもんね。さすがにちょっとこれはレベルがあれですな、こっち上がりすぎてる感もあるね。いやーでもほんとこれ初めての時はね、もうこいつに全然勝てる気しなかったもんね。一番最初に心折られたなこいつにな、初めての時は。松ヤニがどれぐらい効くかって話だな。おお。おお。粉吹いた粉吹いた。あ、痛い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 。あれこれ。ヤニ関係ねえのかな、これも攻撃力関係ない系なのかな、やっぱあるか。一応ヤニぐらいは塗っといた方がいい。おお、やっぱ攻撃力関係あるね。ほい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 、ちょっと回復、回復。よいよいよい、おお、効く効く。あ、いた。おお。これは楽勝だな、さすがに。おつおつ。終わりかな。おいおい、あれまだ。まあでももうこれは、あ、死んだか。はい、お疲れさん。あら、あっちまだったな。しまったな。これ尺的にこれ全然足らない、足らないっていうかすごい短いよこれね、きっとね。どうしよう。もうだって今これこっち行っちゃったらさ、あれ、ああ、そっか、触れなきゃダメか。で、今行っちゃったらさ、ちょっと何も告知してないからね、普通の人が来るよね、もちろんね。まあちょっと一回行くかね。ちょっと一回、じゃあ、あの、告知せずに侵入してみましょうか。まあ侵入というか、
じゃあちょっと怖いけど、この告知なしで一回、行ってみて、普通の黒ファンさんが、まあ、もしね、侵入してきたら、ちょっと戦おうと思います。怖えなぁ。すげえ怖えな。どうなんだろうな、でも。来るかな。とりあえず犬はやっつけとこうな。うお、なんか青サインが結構出てる。見て。この辺のもの回収しとくか。もう青は出てるけどね。黒さんは今んとこまだ。ちょっともう少し待って。待つ必要はないよね、別にね。ちょっと先進もっか、じゃあ。ああ、そっか、ここ。罠があったな。それなんか奴隷の盾かなんかじゃないっけ、確か。やっぱり。フロムの罠。ん？あ、間に合わないか。出ないからだ。もう塊。あれ？こいつら意外と強いからな。やばい、切れてる。よし。あれ来ねえな、黒。結構青サインあったから来るかなと思ったんだけど。おい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 、やべ、危ねえ、切れた。わあ、ちょっと白べたもったいないな。松ヤニで行こう。来た。うえ、おお、やべ、おい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 、死ぬぞ。勝てえこいつ。おお、これはまた新たな戦力を得たぞ。強そうだな。っていうかだな。あれか、そっか。対人戦。おい、で、え？なんだ？弓？え、どっから撃たれた？え？この、あれだ。ここはちょっとさすがに。ぬすっとつけといた方がいいな。うわ、来たしまった。ぬすっと、じゃあわかんないからこれつけといて。きよった。ちょっと待って。どうしよう。やべや、何やってる？焦るな。白べた。
よし、よし。行くぞー。行くぞビビるだろうな。いた！ちょっと、おー、いきなり来た。ちょっと、礼を。お、栄養してる。挑発しちゃった。ちょっと待って、俺これ。やはり黒ベタじゃないと無理やろ、これ。うぅ、怖えぜ。おい。これ強そうだ。もう死んじゃうよ、もう死んじゃうよ、これ。もう死にそうだよ。ああ見えねえ。ああ、もう切れた。死ぬ。やばい。スタミナ。ああ無理です。さよなら。恋恋されちゃった。無理でした。尺的にちょっと微妙だったんで、再び緑のおっさんのとこまで来ました。ねえ。なんかコメント見たらですね、お、どうやら、危ない。なんか回復は1回しかしないみたいなコメントあったんですよね。ちょっと本当かどうかわかんないですけど。怖い。ちょっと待って。1回しかしないんだとすれば、まあ、区内で頑張っていればそのうち。怖い。どこ入んねえな。危ない。あら、毒入んねえな。こっちだ、なんか6発ぐらい当てないと入んねえんだよな。無理かな、やっぱり。だって普通に戦ったって勝てねえよ、絶対。黒松でどんぐらいやれんのかな。4、やっぱこの人、この人炎耐性半端ねえな、やっぱな。無理だわ。白ベタでいくつよ。11。勝てる気しねえぜ、これ。怖すぎる。はい、無理。すいませんでした。はい。
というわけで、次回ですね、次回は王城3で対決を皆さんとね、またまあ2戦か3戦ぐらい、してから攻略の方を進めていきたいなと思うんですけど、おお、やばい、結構強いなお前